こんなものがあればいいのに、世界がこうだったらいいのに、誰しもが思う願望。でもその多くは形になることなく忘れ去られる。思いを形にするって難しい。思い通りになることなんてほとんどない。出会うのは喜びより苦悩、歯がゆさだ。でもそんな人たちを私たちは素晴らしいと思う。なぜならその人は他の誰かを生きていないから。決められた常識やルールに縛られず、思いを形にしていく。これからの社会に必要なのはきっとそんな人たち。